この角度で。iPhone4 とは思えないですね、これ本当に。あのこの文字のちっちゃいのは日本語では直りますよね。日本語でも直りますし、これは一応 iPad 通用のビルドなので、はいはい、今回は iPhone 用はもうちょっと大きくなると思います、はい、今回は一応 iPad 用のものを無理やり iPhone4 に入れているということで、はい、よいしょ。 E3 で iPad2 で出展していました。これリアルタイムですよね、全部。はい。まさかモダンコンバット2より綺麗になるとは思わなかったよな。でもモダンコンバット2はあれすごい綺麗ですけど、はい、3G までいけるんですよね。あれ行けましたっけ？確か 3G までいける、はい、あれもで究極まで来たなと思ったんですけど、今度 3GS で究極目指す感じですかね。ここまで来るともう最近のゲームは全部 3GS 以上。やっぱり光のエフェクトとかだいぶ綺麗ですね。右上げて OK。これ難易度は今、難易度はこれは1個しかないはずです。ああ、じゃあノーマですね、きっと、はい、何事もなくやってますけど、これ多分モダンコンバット2よりちょっと難しいぐらいです。今モダンコンバット2よりも気持ちやっぱり敵が多い感じがしますよね。これやっぱ性能の進化ですね、はい、ハードの。おお、これ動画だとちょっといまいちわからないかもしれないんですけども、全体的にあの建物とかそういった無機物の質感が良くなっていて、さすがアンリアルエンジンって感じですね。私は本当これ何事もなくプレイしてますけど、やってる男がヘイロー1000時間ぐらいやってるので、多分実際にやるとちょっと難しいんじゃないかと思います。いや、すみません、最初だからそんなことはないと。あとなんかすぐ処理を近かってるんで、なんかちょっとエイミングとかがすごいずれます。それは iPad 通用だから仕方ない。すみません、今回は iPhone4 で。おお、派手に爆発するな。派手ですね。派手ですね。上からヘリがどんどん来たりとか、そういう演出っていうのは、はい、なかなかモダンコンバット2ではなかったですね。うわ、性能の進化を感じる。これで 3DS 世代の性能を使い尽くして、心置きなく A5 チップ世代に行けますね。そうですね。でこれもう iPad 2用のビルドがあるということは、もう iPad 2は専用の綺麗な画像で見えて、はい、iPhone4 は iPhone4 用に最適化された画像で見えると、はい、これ楽しみですね。